牛を飼いたいと思います、はい、買わさせていただいて小分けにして視聴者プレゼントにしたいなとか売って配る肉ギフトあげるギフトはい、こんにちは、千葉優也です。せいやです。ということで、この度こういった請求書が来まして、牛一頭買っちゃいました。これ書いてあるもんね、有田牛、黒毛和牛、英語一頭分って書いてあるとりあえずそのお金を振り込みに行きます、うん、170万1000円。そう、おー、見ていきます。はい、振り込みました。振り込み完了。間違えて残高に入れしちゃったから取引金額170万1000円、振り込みました。宮崎の牧場で、有田牧畜産業さんで牛一頭丸ごと買わせていただきまして、こちらをなんと今回視聴者の方にプレゼントということで、来年牛年ということで、うん、めでたいね、めでたい。この有田牛なんですけれども、ものすごくこだわりを持って生育された牛なんですよ、うん、そのまあ生育の状況っていうのは、まあ前回我々が上げさせてもらった動画を参照させていただければという感じで、ちょっと出てます、うん、実際牛飼い60年以上のベテランが育ててくれた、うん、ぜひ食べていただきたいかなということで、うん、こだわりがとにかくすごいね、エモー牛エモー牛、そう、アースメディスンゼロということで、農薬や薬物を一切使ってない、綺麗な餌、綺麗な水で、広大な土地ですごいいい気候で育った、うん、めちゃくちゃうまい牛でございます。これうまかったね、本当に。もうこれ本当に美味しいんですよ本当に食べてほしい、うん、もう一番うまい、うん、で今回それを、和牛海賊プレゼンツということで、一応プロデュースしてもらいました。ステーキだったり、しゃぶしゃぶ用のスライス肉だったり、うん、焼肉用にカットされたものもあります。まだこれ以外にもまだこの10倍の量があるんで、これ本当にごくごく一部、ここに並んでるのは本当一部です、うん、この10倍ぐらいの量が、まあ、どーんと本当はまだ裏にもあるんですけど、うん、視聴者の皆様にどの部位のどのカットの肉が届くかっていうのはちょっとランダムで決めさせてもらって、うん、もしかしたらしゃぶしゃぶの肉が届くかもしれないし、ステーキ用の肉が届くかもしれないし、うん、焼肉用の肉が届くかもしれない、うん、ちょっとまずランダムだね、そこランダムで送らせてもらって、うん、100名そうですね、視聴者100名ですね、とりあえず100名抽選で100名様まずは配らせてもらう、うん、ここに個体識別番号が書いてあるんですけれども、こちらの牛の識別とかで Google で検索かけてもらえれば、この牛の年とか情報が全部出てくるんです。30ヶ月以上のメス牛となっております。一番うまいやつか、一番うまいやつです。牛年ギフトで、ぜひ皆様ご応募くださいませ。応募の方法は、下の概要欄の、Google フォームから応募していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。できればチャンネル登録をしていただけたら嬉しいなというところです、ね、まあと届いたらなんか届いたよっていうのは、そうだね、なんかメッセージね、メッセージはなんかネット上げてもいいし、ツイッターとかに届いたっていうのを教えてくれれば、いいねしに行きますので、よろしくお願いします、うん。